どうもこんにちは、こんばんは、岩です。イナズマイレブン3ジオが前回の追加からやっていきましょうということで、前回 B ブロックの決勝トーナメント進出チームが決まったということでね、断るとブラジルが決まったらしいんですけど、なぜ断ると、断る誰ってことで、今回タイタニックスタジアム行って記者会見見に行きたいと思います。早速行きましょう。もうさ、ちょっと角度変えるだけで世界が違ったように見えるから、ちょっとこれにねハマってしまってね、あれちょっと角度変えればなんかいつもといないれと違くてちょっと新鮮って感じなんで、ちょっとこれでやっていこう。あ、間違えた間違えた、危ない、トーナメントは今じゃない。宝箱スーパーウォーター、派手なみさんが、てかさ、派手なみさんが俺持ってなかったんだ、それに一番驚きだわ。うわ、静かだ。え、財前総理なんでいるの、これ。断る周り宝箱なかったっけ。断るスタジアム、いや違うよ、タイタニックスタジアムだ。タイタニックスタジアム、ちょっと周り探した記憶がないんで、ちょっと探してから財前総理に話しかけましょうか。ないね、話しかけていきましょう。いや、君たちも記者会見を見に来たのかい。あ、財前総理、はい、ちょっと断る代表が気になって、へへ。総理をはじめ世界のトップが招待されているそうですね、ただの記者会見というのに。そりゃこの記者会見の主催者がガルシルド・ベイハン氏、ここで名前来たね、ガルシルドの名が。断るわけにはいかないだろう。ガルシルド・ベイハン、どこかで聞いたような、忘れたの、キャプテン。この FFI 世界大会の大会委員長だったんだ。それだけではない、ガルシルド氏はブラジル代表監督も務めている人なんだ。アラブの油田をたくさん収容し、オイルカンパニーという会社も経営している。オイルマネー、別名石油王ガルシルド、世界の経済を握る男といっても過言ではないのかもしれないな。わわわわわ、おっと始まったようだぞ。おっと、噂をすれば登場のようだ。うおお、諸君、今日はよくぞ集まってくれた。もともとこの FFI 世界大会は、私の愛するサッカーを通じて世界平和を目指し開いたもの。このように世界中の人々が心を一つに熱中している姿を見られるサッカーは本当に素晴らしいスポーツだ。決勝トーナメントでもこれまで以上の白熱した試合を期待してほしい。マックロニージョ、キャプテンであるあなたからも何か一言お願いします。あなたはブラジル史上最高の選手、キングオブファンタジスタと呼ばれていますが、それについては。最高なのはチームのみんなさ。俺たちチームは家族みたいなもんなんだ。そしてここまで来られたのは、応援してくれるサポーターのおかげでもある。ザ・キングダムの名に恥じないプレーをして、必ずブラジルに勝利をもたらしてみせる。さ、あのガルシルド、あのなんか固めにしてる、あのなんか鏡みたいなのレンズ、固めだけメガネしてるやつ大体悪いよな、うん、固めだけメガネしてるやつでいいやつ知らないわ俺。さすがはマックロニージョ、王者の貫禄といったところだな。なんかいいな、あいつどんなサッカーをやるのか早く試合してみたいぜ。以上でブラジル代表の記者会見を終わります。なお、断る代表は本日欠席、記者会見は中止させていただきます。そんな、せっかく来たのにがっくり。なんかあれかね、ガルシルドとかがいるからかな。そういえば君たち、次はあの鍵山率いるイタリア代表との試合だな。ガルシルド氏も言っていたが、最近は世界情勢があまり良くなくてね。悲しいことに、この FFI 世界大会が始まってから国同士のいがみ合いが増えたのも事実なのだ。でも私はサッカーの持つ力を信じている、人に元気を与えるスポーツだと。日本中の人々が君たちを応援していると、頑張ってくれたまえ。はい、財前総理ももう誘拐されないように気をつけてくださいね。おい、そっちにはいたか。何、何何何、いや、こちらには向こうを探しています。また財前総理狙われてる。どうかしたのかな、周りが騒がしいとどうかしたのかなということで、あ、左上の2人に話が、あ、簡単にどうしたんですかって聞きに行ってもんなの、聞きに行っていいもんなの。
どうかしたんですか。お前たちには関係ない。引っ込んでいる。お前、おい、国の代表の選手ぞ、こっちは。そんな口の利き方していいの。なんだよ、あの態度、感じ悪いな。気にするなよ、君たち。ガルシルド氏の SP はいつもあんな感じだ。誰？ガルシルド氏はいろんなやつに恨まれているからな。周りを探るやつも多いのさ。え、そうなんですか。さっきの演説ではそういう風に見えませんでしたけど。彼の黒い噂は絶えなくてね。金でブラジル代表監督の座を買ったとも言われているらしい。最近石油の値段も上がっているのもガルシルド氏のせいだって不満が上がってるし。ギル、ヒー、いいか、会場の周りに赤いキャップの怪しい男がいるはずだ。え、赤いキャップ、見つけ次第捕まえろ。狙われてんね、赤いキャップ、赤キャップ GG。 そしかし、それってもしかして赤いキャップのおじさん、ここに来ているのかな。赤キャップおじさん人気だな。ウォーリーを探せ、赤キャップおじさんを探せ。なんか左側いつもいないところに人いるぞ。つか、普通にいた。赤キャップおじさん普通にいるじゃん。あ、やっぱり赤キャップおじさん、ここで何してるんですか。お前さ、なぜここに。まあちょうどいい。ちょっとばかし面倒なことになっているんだ。え、どうかしたんですか。実はな、迷ったんだ道に。かわいいな、赤キャップおじさん萌え。ちょいとトイレを借りてきたんだが、えらく広いスタジアムでな。お前出口どこか知らないか。あっちです。おお、ありがとさ。それじゃあな。もしかしてあの人がじいちゃんなのかと思ってたけど、やっぱり違うかな。なんだ、何の音。怖い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 。うわ、もう午後のチャイムが怖い。おっ、デレッデデレデデデレレレ、ゲットリッチの BGM ね。あの赤キャップ、やはりあの方の周りを探っていたようですね。それにしてもうまく逃げられてしまいました。あれも作戦か。あの赤キャップの正体が予想通りならありえますね。とにかくあの方に報告しましょう。ということで、ここから練習台急いで戻らなきゃということで、もう戻っていこうか。特にタイタニックスタジアムの付近ではやることないと思いますし、まあ戻ろうか。工藤さん怒ってそう。遅いぞお前たち。一人で待ってたわ、ちゃんと。遅いぞお前たち。今すぐグラウンド30周は。はい。いやー、よくないわ。そうやって自分の怒りを選手にぶつけるのよくないわ。練習と化して選手にぶつけるのほんとよくないわ。今日の練習はとびっきりきつかったような気がするっす。やっぱりあれかな、工藤監督も影山に桜崎中サッカー部を潰された恨みがあるから。いや、それはない。工藤は市場で動かんや男だ。お前らのためにやっているんだよ。まあそうだね、言ってたもんな、病院の時。もし、冬っぺと遠藤の関係知っていたら貴様は遠藤を日本代表から外すのかって言ってたもんな、響さんが。影山は昔から何とも言えない恐ろしさを持つ男だった。他人とは関わらずいつも一人だった。だがそれも全ては父親である影山東吾が奴の心に残した影のせいだろう。影山だけに。影山東吾のプレーは俺もビデオテープで見せられたことがある。見せられた。おそらく選手としても最も活躍していた頃のものでしょう。素晴らしいプレーでした。バルセロナのロナウジーニョみたいな。ああ、影山はきっと父親のことをとても誇らしく思っていたのだろう。だからこそ父の衰えたプレーに絶望してサッカーを憎んだ哀れなやつだ。でもずっと思っていたんだけど、サッカーが憎いならなんでサッカーで復讐しようとするのかな。それが影山の歪んだ考え方なんだ。そうかな。じゃあな、お前たち、そろそろ練習に戻るよ。次のイタリア戦のためにもな。響きグーってなんない、これ。心臓グーってなんない。あはまだ倒れるわけにはいかん。一方その頃、イタリア街では、お、練習してるね。ちゃんと練習してる。お、うおー、白い、イタリアの白い流星、さすがだな。4代目ホカゲと肩を並べる男。
守る、君たちと戦えるのを楽しみ。お前チームメンバーと話せ。独り言が多いぞ。お、マリコ。おい、フィディオ、お前の電話が鳴ってるぞ。電話？誰からだろう。ルーシェとかじゃない？ルーシェとか、ヒデ中田とかじゃないの？あ、この声は絶対ヒデ中田じゃん。みんな聞いてくれ。今から練習メニューを変更する。それは？何？正気か、フィディオ。そんなことして何の意味があるんだよ。でもあの人が言っていたんだ。この練習にはきっと勝利の糸口がある。隙の糸。でもよー、でもあの人がもうすぐ帰ってくるって、さっきからあの人、例の人だな、あの人など。名前を言っては、名前を呼んではいけない人が多すぎやしないか、この稲妻イレブンには。おい、大声出すなって。ミスター K に見つからないように練習しろって言われたんだろ。あ、そうだった。えへへ、こいつ男だからな。これをマスターすれば、ミスター K、あなたを。一方その頃、イタリア本国では。ヒデ、ミスター K がこっそりお金を送っているという R がここにいるんだね。R。お金を送っていた理由がヒデの言う通りで、そしてあの練習がうまくいけば。ああ、ミスター K はきっと次の稲妻ジャパン戦で動きを見せるはずだ。俺の父さん、パオロマルディーニえ、お前、マルディーニの息子？ミスター K の監督としての采配は本物だって。まあ、自分からイタリア代表の監督の座を奪ったのは許せないって言っているけどね。ミスター K の本気の采配、俺はそれを見たいんだ。お、君が R か。 R といい、例の人といい、あの人といい、ちょっと名前隠しすぎよ君たち。イタリアは、イタリア名前隠しがち。お、キド、そろそろ出発するぞ。大丈夫か、やっぱり影山と戦うのが。心配ない、ついに来たなこの日が。今の俺は影山への怒りよりもお前たちと世界一になりたい、その思いの方が強いんだ。エンド、俺はお前たちを必ず世界一になる。そのためにこの試合必ず勝とう。キド君ごめん、赤チカだわ電池が。キド、ああ、俺たちのことも忘れないでくれよキド。来たね佐久間、来たね佐久間。俺たちのことを忘れないでくれよってよく言うよね、忘れがちの男。相変わらずセンチメンタルだね木戸くんは。ふっ、余計なお世話だ。ふふ、それじゃあ出発です。コンドルスタジアムへ行きましょう。お、宝箱あんじゃん。お、俺待って、宿舎2階来たの初めてかもしれない。一瞬ここどこだって思ったもん。ブロックサーカス、うわーいいじゃん。わ、ここメガネカズといったところじゃない。いや、これ畳誰だろう、畳で寝てるの誰だろうね、ここ。お、ラーメンってことで、ではコンドルスタジアム行きましょうか。いや、いいねこれ。俺毎回さ、このスタジアム初めて入る時のあのムービーいいんだよね。あの観客たち、応援団たちがみんな出るやつ、あのムービー好きなんだよ。てか最後の子供たちめちゃめちゃ可愛かったな。あの子供たちめちゃめちゃ可愛かったな。の箱はやっぱりあると思ったよ。1個は絶対、いや黄色コインかい、ね、ファンクラブ会長マジマスコットキャラ化しとるんだけど、どこにでもいるなこいつ。まあフィディオくんは可愛いね。フィディオくんは可愛いです。いやー、コンドルスタジアム、いや夏、これコンドルスタジアムまでの道長いんだよな確か。絶対宝箱1個あるだろここ。あった、また青コイン。なんかさ、このチケット買い忘れお父さん、チケット忘れちゃったお父さんも毎回いるよね。いいな、こういう細かいなんかネタいいな。いやー、コンドルスタジアム登りましょうか。いやでも俺ね、東京タワー階段で登ったことあるから、
もうコンドルタワーぐらいいけますよ。でもここまで宝箱とかな、めんどくさいんだよな探すのが。コンドルタワー確かね、強い秘伝書があったはずなんだよ。いやかっこいいねデモーニオ、皇帝ペンギン X。 よいしょー、58も使うからね。いや赤っ、めちゃめちゃビチビチ言ってた今、黒線並みにビチビチ言ってたな。よしゃ、何これ、スペシャルドリンク。よう見つけたな今俺、なんかあるとは思ったけど何もないやな。これいっちゃおう。おお誰か、うわあ、これハロウィンズの人だ。黒魔女、私の名前はハロウィンズの黒魔女。私たちのチーム4人はライオコットの、え、チーム4、これ最後じゃないもしかして。 OK、 秘密のパスワード、もう分かった分かった、もう何回も読んだ君たちってことで OK Google ということで、パスワード成功と。お、これでやっぱ4つだよね。約束通りあなたたちの挑戦に受けて立つわ。お、始まったけど倒せるかな、普通に強そうだけど。まあまあまあ、カオスブレイク打てばなんとか。あ、カオスブレイク打てねえか、風属性いねえわ。じゃあこれゴッドノウズで打っていきましょう。まあ、狼キーパー技持ってる、どうだ。よーし、ナイス、すっげー。アフロさんのそのパフォーマンスいいな、アフロさんがやるそのパフォーマンスかっこいいな。経験、おハイパー振ればうめ、ありがとうございます。なかなかやるよね、私たちの負けのようだわ。仲間にしたければどこかの、なんだ今仲間になるわけじゃないのね。ってことでこれでいつかまたね、ハロウィンズの仲間ガチャガチャすれば仲間にできると。今なんかエレベーターあったね、うん、箱ある。いやこの宝箱絶対入ってる。これエレベーター、どっち、これエレベーターと階段あったぞ。エレベーター先乗る、エレベーター乗ってみる。ええ、これどっちが正解。箱、お、古びたピンバッジ。え、これどっちが正解なんだ。お、アラブルシューズ。いや待て待て待て、ここにある箱絶対いいもん入ってるやつ、ここの箱やばいでしょ、祀られてるもんね。こっち上行って、あ、今箱あった今箱あった今箱あった。うわ、コインかい、これ上でいっぽいな、ここ上だ。で、え、で、あー宝箱あった。これ真ん中多分一番上からどんどん下っていくパターンだな。めちゃめちゃあれいいもん入ってそう。真ん中に祀られてんじゃん、祀られてる箱が何個もある。お、熱血うめえ。ん、これ7階、これ一番もう上か。うわー、ありがとう回復サイト。お、ペガサスショット一ノ瀬の魂はここにあった。何、コンサートチケット何に使うの、稲妻イレブンでコンサートチケット。うわ、めちゃめちゃ箱ある。ん、うわ、ローリングサンダー、ここにユニコーンの魂が埋葬されてる。ここに2つあったの。ん、グロウスパイクからの、ん、ウェイクスパイクってな感じか。よしよしよし、ではそれじゃあもう頂上行ってオルフェイス行きましょうか。いやかっこよ、いやオルフェイスと決勝で戦う、決勝じゃないんだよな、オルフェイスと戦うのが。当時それに結構衝撃だったな。 FFI 世界大会グループ A、 オルフェイス VS 稲妻ジャパンがついに始まります。前回鮮やかな戦術でナイツオブクイーンを下したオルフェイス、今試合も注目ですね。お、稲妻ジャパン来るの遅えな。フィディオ、お、何、怖い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 、なになになに、感じ悪いな、影山に話すなって言われてんのかな。無言影山、お前が R という人物に金を送っていることを聞いた、そして何か大きな組織の下で操られているという話もだ、本当なのか。あれな、腐ってもな、元チームメイトだからな、響さんは。影山、サッカーを愛する少年たちのためにもこの試合正々堂々と戦え、分かったな。お
ねえヒデ、本当にここでサッカーをしているの？あ、そうだよ、もうすぐ試合が始まるんだ。私も見たい。ね、早く包帯を取ってよ。これってもう手術した後か、ルシエ。どうだ、見えてきたか、ルシエ。え、なんか鳥、赤ちゃんの鳥みたいにさ、一番最初に見たものが母親と認識するみたいに。ルシエ大丈夫？ヒデ中田お母さんだと認識しないっす、これ大丈夫？うん、まだぼんやりしてるけど。こ、お、かわいい。こ、え、ルシエってここで包帯取るの？見える、見えるよ。じゃあ行こうか、彼らのところへ。もうヒデ中田が裏で活躍する、もう裏主人公じゃん、かっこいいな。お、ってことでイタリア戦準備をしたら春菜に声をかけようと。いいね、いつもは気のだけど今回は音なしと、いいですね。ということで、では今回ここまでにして、また次回やっていきましょう。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。うん、バイバイ。